皆さんこんにちは。今回はポテちゃんの体調についてご報告させていただきます。結論から言うとポテちゃんの体調が戻ってきました。ひとまず安心しています。今週の月曜日にポテちゃんは倒れてしまってとっても辛そうにしていました。野良寝をすることもめったにないのでこれは危険な状態だなと思っていました。しかし安静にしてもらっていると次の日の火曜日からは少しずつ活動量も増えてきました。もちろんハムスターは病気を隠す生き物ですし元気そうなら絶対に大丈夫とは言い切れないのでそのまま経過を観察することにしました。そして金曜日になると普段の活動量と同じぐらい活発な姿を見ることができるようになりました。目の開き方とか走り方とか普段と変わりない様子になってきたなと私からも実感することができました。まあ、あくまでも飼い主の主観なんですけれども例えば夜になると寝床以外の小屋の中に入って遊んだりとかしていたのでもうそれだけの遊ぶだけの余裕が生まれてきたんだなとそんな気がしています。そして月曜日つまり今朝なんですけど餌を手渡しで与えてみました。そんな結果痛い、ほっと痛い。なんで？おやつだよ、それ。元気になったね、しかしね。普段と同じように怒られて、普段と同じように噛まれました。しっかりと痛かったので、ポテちゃんの体力も元気も有り余ってる様子ですごく私は嬉しかったです。視聴者の皆さんには、ポテちゃんのことで心配をたくさんかけてしまいました。本当にすみません。また応援してくれて本当にありがとうございました。ポテちゃんは高齢ですし、これからも健康維持のために私は全力を尽くしていきますので、ぜひよろしくお願いします。また倒れた原因については医師にも相談したんですけど、結局はわからなかったそうです。私は前にも話した通り、私が病気をうつしたんじゃないかなと考えてます。なぜなら私の病気の症状とポテちゃんの症状が似ているような気がしたからです。実は私も熱が出て1日目は倒れるほど辛かったけどでも 2,3 日後にはなんとか普通に生活できるようになってたんですね。そして1週間後の今はやろうと思えば運動もできるくらいには回復しています。まあこれあくまでも素人の想像なんですけど今後も健康管理は気をつけていこうと思ってます。あと数日したら春にもなりますし、そしたら病気もだんだん減ってくると思います。なので皆さんもぜひ油断をせずに一緒に体調管理を気をつけていただけるととても心強いです。それでは次回からは普段通りの動画を上げていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。